山でキャンプ A さんが学生だった頃毎週末一人キャンプに興じていた時期があったといいます金曜日から日曜日にかけてどこかの野山に寝泊まりをするというだけのシンプルなキャンプ友達がいなかったという A さんはその寂しさを広大な自然の中に紛れ込ませていたといいます その日は岐阜の方面に向かっていましたが地図も持たずにいたのもあり正確にはどこへ行っていたのかよく分からなかったといいますとにかく野営に良さげな山を見つけたのでそこで一泊することにしましたご飯を食べて途中のコンビニで買った雑誌を読んでいたらもう夜中暇だなぁと思っていたら 急にテントのチャックを開けられましたえ何管理人それとも通報されたとか突然のことで驚いたそうですが立っていたのは普通のおじいさん中を覗き込んでもし旅かなと聞かれました何が何だか分からず 返事ができるような状態じゃなかったので頭だけコクコクと返事をしたらそのままどこかへ行ってしまったそうです民家まで 1km はあるような山奥にまさか人がいるとは思いませんでした最初は幽霊かと思ったけどどう見ても人間でしたむしろ編質者か泥棒で自分を狙っているんじゃと考えると 寝るにも寝れませんあーどうしようって落ち込んでいたらまたチャックが開いて今度は中年のおじさんがその人も「もし旅かな」と聞いてきますまたうなずいたらそのままどっこへ行きました はらかわれているのか何なのかわからないけどもうダメだここは離れようそう思いましたけどテントの外は月明かりもないような暗黒世界でおまけに先ほどの変質者が2人もうろついている出た矢先に包丁でぐさーっとか怖いことを想像して30分くらい悩んだ挙句出ることにしました 恐る恐る外に出ると誰もいません今のうちだと猛スピードでテントの片付けを開始しましたそしたら終わる頃になって二人がまた近づいてきたと言います A さんが心臓をバクバクさせてテントを片付けている横から帰るのかいまだ夜なのに と、声をかけてきます。えまあ、急用を思い出しまして。と、答えつつも、荷物をバイクにくくりつけて、それじゃあ、と、おじさんたちの方にライトを向けたら、光が何か変。途中で途切れているんです。なんだこれ。と思い、後ろの方をよく見たら、 全長4メートルくらいありそうな黒衣がかがんでおじさんとおじいさんを動かしているんです顔から垂れた黒衣の布の奥に目を光らせながら口をもごもごさせてしゃべっていたんですまさに人形劇のように A さんは急いでバイクに乗り逃げましたそのまま麓にある神社に転がり込んで 迷惑にならないであろうところにテントを張って寝たといいます翌朝何か騒がしくて目が覚めた A さんちょうどチャックが開くところを見てしまってまさか追いかけてきたのかと絶望的な気分になりましたが神社の神主さんでした「ここにテント張るな」と迷惑そうに言う神主さんに山での出来事を話す A さんすると ああ、それ、あそこの山の神様だからどうにもできないよ。でもよかったね、神様に会えて。僕は見たことないけど、たまに見たっていう人いるんだよね。と、なんだかイラッとする口調でした。害はないらしいとのことでそのまま帰ったと言います。A さん的には、害がないとかそういう問題じゃない。 あんなも野放しにされたらたまったもんじゃない」という気持ちでいっぱいだったそうです。<music>